を信じていいんやらっていう感じ。結局だから自分を信じるっていうことが最後ですっていうことを神様言ってるって感じですよ。そういうじゃない人があまりにも多すぎるからこうなったってことですよね。あれ神様言ってると思うんですよ、うん、なんで自分を信じんとそれを信じてるかあなた方はみたいな。だから宗教がやられてるってそういうことですよ。うん、冷静に考えたらなんで自分のことを信じないでよその宗教あなた信じますかみたいな。そうですよね。弱ったらみんなスッと言ってしまいますもんね、うん、そこを多分神様言ってるんやと思うんだね、うん、理屈に合ってますもんねそれ、あまりにも、はい、うん、だから何かね頼ることを間違ってますわあんたらっていうことを言ってるんやと思うんですよこれ、はい、うん、神は、はい、うん、それが今回のあの何て言うかなあれやわ、ほんまのリセットですわこれ、あすごいな今回のリセットこれ人の気持ちがリセットされるってことでしょ。そういうことなんですね、うん、爆弾でじゃなしにね人の魂がリセットされていくっていう形になったってことですよ。もうこれこんなことがこんなリュウさんあそこまで政治混乱してんの見たことないですよねあんまり。ないですね。でね、はい、もうはちゃめちゃでしょもうもう何をやってんのか自分らで分かってないんじゃん。分かってないでしょうね、うん、先が道筋が見えない見えてないでしょうね、うん、言われたこと言ってるだけで、まあ、あとはもうまだ未だに必死でしがみついてる状態でしょうね、あれ。もう潔くもう降りりゃええのにもう私が間違ってました打ち首にしてくださいって言って悪うございましたって言ってね次でも冷静に考えたらねこれ終わったら相当明るい時代ですよ。でも、海ができるっていうできるでしょもう今回は、そういうのが全部崩れるってことですから。そうですね、あの中途半端に残るのはなくなるでしょうね、うん、だから要は、さっき言ってたように法とかそこら辺まで踏み込んで入っていくやろうからね、だから多少治安は悪化するやろうけどやっぱり地域でこう自分らでまた法律作っていくとかそんな世界ですよ、通貨も多分、だからこっち力強い人たちがやっていくんちゃいます。もう昔あったじゃないですかよ自分らでやっていく、はいはいはい、戦後の、はい、あんな感じですよ、はい、うん、まあ、あとはもう口開けてああ終わったって思ってる人かバブル崩壊の時みたいにこう沈んでいく人か、はいはい、よし来たみたいな感じかどっちかちゃいます、はい、うん、ある意味で言い方はですけど何でもありですよ次も、まともな人やったらね、まともな人にはチャンスの時代なのかもしれないですね。あの何ちゅうかな自分に対してこうなんていう強い気持ち持ってるみたいな人はすごいんちゃいますもん、うん、多分、うん、だからもう止めるものもないし、今までほら変なこと言ったらすぐ上げられたり、何やったっけエビデンスがどうとか10個パワハラやとか言われたけど、それがなくなるってことですかねもう、うん、何ちゅうかな、こうまともな人になるわね次は、うん、お金のつながりが弱なる世界になるもんな、そうなると。そうですね、な、うん、さあ面白いな何言うのか、もうショック受けてますいやー ついていけるかなって感じですわ変わっていってるでしょ確実に。変わっていってますね、潮目は変わってます ね明らかに違うもんなもう、うん、だからどういう方向へ行こうかって言ったらやっぱそういう方向やったんですよね結局、うん、とりあえず年明けのが怖いですね。年明けてそろそろ動き出したらどんな感じで動き出すんだなっていう。結局あの要はあの今までのあのロスチャイルドの金融の上に全部乗っかってたわけですからね、軍事から政治から全部があれが吹っ飛ぶんやから、うん、だからお金で集まってた土台にあったものがその土台に乗っかってるやつが吹っ飛ぶっていうことやから。そうですよね、もう隅々までちゃいます今回は、うん、多分な。あれも俺世界中で日本が一番まともやと思うよ、見てたらひどいよ。よそはもう食料ないとかいう状態でしょ、もう電気代3倍とか4倍とか、はいはい、全然日本は恵まれてる。ましですけどね、多分その辺はやっぱり企業もまだ政治もそうやけどまだ理性が働いてないともう無茶はせえへんっていう、うん、世界えげつないじゃないですか、はい、そうですね、うん、一番マシやと思うけどな、うん。